鹿児島市交通局9700系電車は1998年に製造された鹿児島市交通局の路面電車車両である。形式名は予算執行年度の1997年に由来する。1998年9701、9702の2両が登場した。車体デザインは 800系の車体更新改造によって登場した9500型とほぼ同様である。制御方式、駆動方式は9500系の直接制御方式の吊り掛け駆動から間接自動制御方式のカルダン駆動に変わっている。9700系以前の申請形式である2110型は VVVF インバータ制御を採用したが、 9700型は抵抗制御に戻されている。ブレーキ方式は電気指令式電磁直通ブレーキで、回生ブレーキは装備しない。終電装置は、鹿児島市交通局発のシングルアーム式パンタグラフとなり、運転機器は両手、片手でも運転可能なワンハンドルマスコンとなった。製造は9500型と同じアルナ工機である。 製造は9500系の改造と並行して行われている。塗装は登場当時、ヨオワールド、鹿児島水族館の開館を記念した塗装で、海をイメージさせる水色の帯が入れられていた。また、ドア横には、イルカのイラストも取り付けられていた。現在はすべて広告塗装となっている。広告期限が切れて車両に関しては9500型と、 同様に交通局標準塗装となる。2005年頃、9702の行き先表示装置が方向膜から LED に改造された。線形以前の車両では初の LED 方向膜の装備となった。なお、鹿児島市交通局によると、この LED 方向膜は企業からの無償サービスで行っている。表示内容はレイアウトは1000型と7000型と共通である。 行き先表示器が LED に改造された姿制御機器類は上記の通りであるため、ここでは外観上の相違点を述べる。シングルアーム式に変更された終電装置以外にも、車体側面に表記される切り抜き文字の車番と、交通局気象が9500型は前ドア横に表記されているのに対し、本形式では前ドア上部へ変更となっている。さらに内装では、 側面窓が9500型はカーテンが横引き式であったのに対して本形式では縦引きのロールアップ式に変更されている。ありがとうございます。